はい、皆さんこんにちは。ネスト福知山の外科です。今日が社会、地理と公民と歴史3分野ありましたけども、歴史分野の最後の授業、そして3つの分野全体の最後の授業になっていきます。これからの現在、ね、私たちが暮らしている、あなた方が暮らしている世の中に、さまざまな問題があります。直面しています。課題が解決するの、課題を解決するのが困難だと、言われている問題がたくさんあります。そういうものを、しかし、引きずりながらも、3年先、5年先、10年先、20年先、30年先、50年先、100年先というような形で、暮らしが続いていくように、今どんなことを考えておく、どんな行動をしておくことが必要かということを、まさにみんなが考えないといけない、ね、そういう時代になってきています。アメリカのネイティブ、つまりインディアンの人の間に、こんなことわざがあるそうです。7代先の、子孫に迷惑がかからないように生きていきなさい。ものすごく長生きしてもひ孫は見れても、ひいひい孫っていうのはまあ見れるもんじゃありませんね。80歳ぐらいになれば、ひ孫を見たよと、ね、60歳あるいは50歳ぐらいから、孫に恵まれてっていうような人も、早い人では40なんだけどおばあちゃんになったとかね、いうような人もいらっしゃる。でも7代先の子供たち見えません。出会える人はいません。ですけど、その将来の子孫たちが、困ることのないように、ツケを回すことのないように生きていきましょうと、ね、というような、そういうこうしきたりというかね、ライフスタイル、生活の仕方を守ってきたネイティブの部族がいたわけですね。まあ自給自足的な暮らしをしてきたからこそ、それはできたことかもしれません。私たちの暮らしは、産業革命を経験してから、要するに、機械化ですね、機械が身の回りに、どんどん増えてきた、そういう時代の中で、これからも、文明社会は発展発達していきますしね、もうすぐ AI っていうのが私たちの仕事をどんだけ、取って代わってくれるか、そして私たちに新しい仕事ができていくようになるか、で今やっている、人間がやっている仕事がどんだけ、ね、機械にとって変わられるかも、ね、分からない。 AI っていうのは、どんだけ開発されていくのか、ね、によって未来はすごく変わると思うんですけど、でも明るい未来が、ね、少しでも描けますように、そのためにも現時点の明るくない現実、暗い現実、辛い現実も、見ておかないといけないと思います。というようなことで、教科書は最後のページです。持続可能な社会に向けて、ね、いうことで、見ていきたいと思います。教科書には、簡単にこんなことが書いてあるんですね。グローバル化が進展してきましたと。一つの国では対応できないような問題がいっぱいありますと。感染症の問題、食料問題、資源の問題、軍縮の問題、平和の問題、環境問題、中でもとりわけ地球の温暖化、
温暖化のせいで洪水やとか日照りやとかがもうひどくって、雨の降り方も土砂降りでも大変ね。福知山市なんかだったら大きな川、由良川が流れていますね。大水が流れます、ね、洪水になります。たびたび洪水になってるんでね、これからも残念ながらひどくなるんじゃないでしょうかね。でそれを福知山市の、人がせっせせっせと何かをやったとしても、それは解決できないほどの大きな問題というか、重症な、ね、程度で言うと重症な問題に、ね、なってるんでね、日本という国挙げて取り組むだけでもまだまだ重症が軽症になったりしませんね、世界の各国々が協力をしてなんとかやっていくようなことに迫られている、そういう問題があります、良い意味でもグローバル化、世界の人やら物やらお金やら文化が交流するというのはグローバル化なんですけど、そうじゃない面でもグローバル化は残念ながら進んでいますと、ね、日本もその中の一員ですと、ね、阪神淡路大震災や東日本大震災、地震がありました、津波もありました、火山の噴火もありました、ね、御嶽山の噴火だとかね、そんなもありました。自然災害よくあります、ね、よくあります、ね、それだけではないんですね。人間社会を眺めると少子高齢化が進んでいます、それだけではありません。貧富の差、経済格差の問題、生活保護を受けないと暮らしていけない人の数はどんどん増えています、都会の方と地方の方では賃金の格差とか、ね、経済力の格差とか物価が違います、ね、今もどん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 東京に人がお金が集まっていく傾向がストップがかかっていません、ね、ね、それだけじゃあ東京とか東京近辺はいいとこなんでしょうかというと、いいところももちろんあるんですけど、よろしくない、困ったなというようなこともあるわけなんですね。それに比べたら地方の方はいいわというところもあるんですけど、その地方の方がいいわという事柄が残念ながらまだ少ないから、都会の方へ人は、人材は流れていってしまうような、そういう問題は深刻ですね。高度経済成長の頃からはっきりと、ね、なんとかしないとって言われるようになったって言われるけれど、実はこれね、実はこれね、江戸時代からなんです。江戸時代から江戸に人がどん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 集まってきて、どうにもならんから、ね、田舎に帰れとかね、こんなん言うてたんですよ。それはもう、昔からの問題というかね、でそれをなんとかしないと、やっぱりいけないですね、から、人が人を傷つける、心を傷つける人権の問題、差別の問題ね、なくさないといけませんね、嫌なことをずば言うとかね、ヘイトスピーチとか、そんなもちろん SNS とかもね発達してるので、お互いにしないようにというか、そもそもそんなことを、ね、思ってしまわなくてもいいような人と人の出会いや付き合いを大事にしているような、していけるような世の中とかね、になったらいいなと思いますねまずは学校とか、まずはご近所付き合いからそんな風になっていったらいいなと思いますね、労働問題、働く人の働く条件、労働条件って言いますけど、労働条件はいいのか悪いのか、いいなっていう人は意外と高給取りだったりします。で、ね、世界各国から農業やら林業とか
水産業を学びに来た、ね、技能研修生、ね、日本の技術を学びに来たっていうね、人がいてますけど、実はそういう人にもうほとんど働いてもらってると、ね、安い給料で、働いてもらってると、ね、正規の雇用だと最低賃金以上を出さないと、ね、雇った側は、ね、処罰されます、ね、でも技能実習生の場合はそれより下回っても研修に来てるんだからいいんだというね、そんなひどい解釈も、ね、特段厳しい罰則があるわけではないんでね、まかり通ってたりしますけど、農業やら漁業とか林業とかをやってる人にしてみたら、そういう人がいなかったらもう自分も仕事をしていけへん、海やら山やら田んぼや畑を守っていけへん、家族を養っていけへんというぐらいに課題があるんですね、じゃあほんなら都会の方にはそういう心配はないのか。そんなことないですね。大きな会社の、ね、高級取りの社員さんとかはいるんですけど、ね、でもどん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 非正規雇用の方が増えています、ね、アルバイトとかパートとか、ね、っていうような形の人が増えています。だからいつ失業するかわからない、次の仕事がどうなるかわからないとか、あるいは老後がとても心配になっている、ね、こういう方が、増えていますね。昔だったらね、村に生まれて村の中で人生を過ごして村の中で死んでいくというような、そういうスタイルだったらそんな問題なかったね、そんなことを抜きで暮らしていけたわけですね。それがそんなのはさすがにもうねないんです。非正規雇用が増加して、ね、一家の大黒柱として家族を養っても良さそうな方でも収入が少ないから、自分一人の暮らしを守っていくのに精一杯、とても、結婚して家族を、ね、養ってっていうようなことはできないというような、そういう人もいます、まあ、そこまでいかなくても、まあ、結婚もし子供もできた、でも経済的に余裕がないから、ね、夫も妻も働きに行かないといけないけど子供がいるから早く保育所に預けたいけど保育所はなかなかというようなね、そういう問題もあります、うん、人の困り具合にも様々です。でもその様々にそれぞれの本当に困った問題がありますっていうわけね、うん、政府の方は地方創生地方創生って言いますけれど、なかなか呼びかけただけで地方が良くなったっていう例はなかなか聞きません、ね、男女共同参画社会というて、男の人も女の人も一緒に社会のメンバーとして活躍できる社会、一億総活躍社会というのを目指しましょうと言ってね、安倍晋三首相はよく、ね、声かけをされていましたけれど、残念ながら日本は先進国の中でも、女性の社会進出が遅れていると、ね、まあそれだけね、子育てを、男の人が分担してない、していない、ですね、子供の母親に、その負担をかけすぎ、そのバランスが悪い社会になっているというのは改めないといけないですけど、なかなかそうは言ってもいや仕事も大事やしとかね、仕事が生きがいやしっていうような、それ自体は悪いことじゃないので、そことのバランスをどう取っていくかというのは一人一人の問題ですし、そしてその会社にとっての社員さんへの配慮っていう問題でもあるし、世の中全体の問題でも取り上げていかないといけない、
問題でもあろうかと思います。まあそんなことで、さまざまに日本が直面する課題は、ね、世界が直面する課題と同じように多いんです。むちゃくちゃ多いんです、ね、ただ ね残念なことが教科書には書いてあります。どれも十分な成果は上がっていない、ね、まあほとんど世界的にもなんですけどね、なんかこんなんほとんど諦めとんのんかいというような話なんで ねいやそれはあかんでということで、国連の方はね2015年にね、SDGs っていうね、言葉を掲げました、持続可能な開発目標17のジャンルで、とにかくなんとかちょっとでも展望が見えるように頑張ろうじゃないかと、ね、2030年までを頑張るぞと、成果を上げるぞというわけなんですね。でも SDGs ね、言葉はよく聞きますけど、その中のジャンルが17あって、具体的なターゲット到達目標っていうのがね169あるんですね。そんなん誰が一通り見て、自分に一番できそうなのはどれかっていうのを誰が選ぶと思いますか、ね、誰も選びませんね。だからもう2022年なんですけど、2015年に国連総会でこうなって、で2022年7年経ってるんです。あと7年で2029年2030年の手前の年になるんです。何かが変わると思いますか。考えたらなおよそ変わりそうにないやんかということでね、十分な成果は上がっていないっていうような、これは事実なんで書かないといけない、もうほとんど諦めてんの、諦めの知恵を出そうかなというような、自分の責任で何か知恵でも出そうかなというような気持ちすらないんかいっていうような、残念な状況ですね。これ実は私たち大人が悪いんです、ね、まあ私たち大人が悪いというよりか、私たちだって、私たちを育ってくれた親の代があって、あるいはおじいちゃんおばあちゃんの代があって、その代ね、どこの世代にもそんなことを考えとる余裕なかったんですね。例えば私の場合で言うと、例えば父親や母親は高度経済成長の時代に必死に安月給で働いて、働き詰めでクタクタでした。おじいちゃんやおばあちゃんの世代というのは戦争でね、キリキリ舞いしておりましたとかね、戦争の後の食料なんとかでね、キリキリ舞いしとったんだね。だからそんなこと考えとる間はなかったんですよ、あるいは私から見てひいおじいちゃんひいおばあちゃん見たこともないけどの代なんかだったら、やっぱり日本はね、第一次世界大戦だとか、ね、日露戦争とか、もっと前だったら日清戦争とか、明治以降急に日本は戦争が多かったもんですから、どの世代の人も落ち着いてじっくりと自分の人生設計だとか、家族の将来とか、あるいは何世代も後の子孫の幸せとか、そんなことを考えたことがなかったんですね。で、世の中自体はどんどん変化する。で、その中で新しい問題が生まれてくる、積み残された問題ばっかりが増えてるような状況なんですね。で、気がついたらね、もうこんな世の中ではもう嫌だと、先行きに明るい未来が描けないような世の中では、いくら子供を作ってもその子供がかわいそう、子供は欲しいけどあんまり、行さんは子供を育てるお金のそろばんも弾けないし、読んで少子化が進んでますね。少子化がね、一方誰でも年は取りますし、医療の、ね、技術は進歩してますから、おかげさまでみんなが、ね、長生きできる人が増えてきました。高齢化も進みます。
少子高齢化、もう自然にそうなってきたわけです。で自然にそうなってきたんですけど、少子化というのが一番大きな問題じゃないかな、ね、でそうした時に、少子化を一番解決するのは、ね、赤ちゃん産めるのは女性しか産めへんから、女性がもっと赤ちゃんを気張って産んだらええんやみたいな、そういう無責任なことを言うと、女性が、赤ちゃんを産む、まあ確かに女性しか赤ちゃん産めないけど、女性が赤ちゃんを産むための道具、ね、子供を育てるための道具で、男は楽ちん、あぐらをかいてふんぞり返って入れるっていうような、そういうパターンが、ね、繰り返されるだけで、そんな繰り返しの中に幸せをイメージできる女性はいません。だから余計子供は本当に大事にしてくれる旦那さんとかと出会って、ね、安心じゃないと子供は儲けれませんね、うん、当たり前なんです、当たり前なんです、そういうことを、まあ誰かがどっかでメスを入れて考えてあげれるようになったらいいんじゃないかなとも思います、ね、でもそれが具体的に残念ながらどこの政治家さんもどこの市役所とか町役場さんも出せていないというあたりが残念な結果になってるんですね。あ、それは、国連だってそうですよ、ね、これも問題やな、これも問題やな、これも問題やないうのをぞろぞろ集めて169も分類して、それを17のジャンルに整理したって誰が取り組む、うん、3つのうち1個を選んでください。だったら人は選びます。169のターゲット目標があります。少しでもどれからでもいいから頑張りましょう言った途端に誰もそれは見なくなります ね、 ね、うん、2015年これを掲げた人たち、ね、そんなことが分からんかったのか ね、 問題があるのは分かりますよ。だけどそのコアになるのは何なのか、そのコアを少しでも、良くする、ね、流れを変える、そういうアイデアはこれじゃないかな、そういうものを提案しないといけないんじゃないかなっていうふうに思います。まあそんなん言うてね、国連を批判したり、ね、役場の人やら市役所の人を、ね、けなしたりしておるようなことを言ってたんではいけませんので、私だったらこう考えるけどなというのを、とりあえず、ね、出してみようと思います。これは私が普通に思っていることです。そしてこんなことをやったらどんなふうに街の雰囲気変わるかなっていうことを、皆さん点検してみてください、はい、まずね、私のもう本当のもう勝手な思いつきですよ、ほとんど思いつきで、まあ、こんな街づくりをしたらどうでしょうねっていうね、まあ、田舎ならではので、私は福知山市に住んでますから、福知山の街が住みよくなるにはこんなんしたらどうやという ね、日頃考えてることをこうくっつけ合わせてアイデアを出してるわけです。はい、まずね、私自身は今年定年退職をしましたけど、ね、まだ働けます、本当はね、働けますよ、だから定年、公務員やったんですけどね、公務員で定年したんですけど、あの定年のない公務員、市役所の職員ね、定年のない、全員が定員に並んでも、定年に並んでもいいと思うんですよ。定年のない職員を作るんです。いつまでも働いてもうてもいいですよっていう公務員、80でも元気やったらどうぞどうぞと、教場でも元気やったら、市役所の職員ですって頑張ってもらったらええんですよ、うん、そういう職員ないでしょ。一律に60歳定年でしょ、うん、まず私ならね、私なら定年のない職員作ります。全員じゃないですよ、定年のない職員作ります。でも定年がないということは、私も定年して退職金もらいましたけど、定年じゃないんだから退職金を払わんでいいでしょ。
退職金ないんですよ。これはお金が浮くでしょ、お金が浮くでしょ、ね、今年20人の人が退職してんやっていうことになったら、そしたら20人分の退職金がいるじゃない。大きいですよ、額はね、相当大きくなるんですよ、うん、ね、でまあ職員作りますそれからね、豊かさってね、お金だけかな、ね、美味しいものを食べたら豊かかな、腹いっぱい食えたら、お腹に、ね、物を詰めたら幸せかな、そんなことないんですよ。やりたいことができるのがね、幸せだと思うんです。だからやりたいことができるという点ではね、時間も大事なんです。私はそう思ってる。豊かさってお金だけですか。私は他にも大事なものはあると思いますけど、時間も大事じゃないかと思っています。ですから私、公務員をずっと37年間してきたんですけど、週5日の公務員暮らしを37年間してると、他に何かできたんかというと、ほとんど何もできずに、ね、趣味で、ゆっくり本を読んだいうこともないし、ゆっくりのんびりと魚釣り三昧ってなこともしたこともないし、ね、スポーツも好きなんで、スポーツの選手としてもっともっとしっかり練習して汗流していい成績を出したかった。でもそんなこと全然できませんでした。とにかく時間がなかった、ね、仕事に追われて時間がなかった。もうそういう思いをする人は私だけでも十分だから、週3日勤務の公務員を作るんです。週3日勤務の部署を作るんです。そしてその部署の人には、本来なら週5日働くのが普通のところを3日しか働かへんやから、給料はちょっとカットさせてもらうよって7割にするんですよ。でもこの7割っていうのがミソで ね、一般の5日勤務する人の5分の3言うたらね、 60%、 6割になるんですよ、ね、6割より7割の方が1割多いんですよ、ね、給料は3割減りますよ、10割から7割なんで。でもずっと働きっぱなしよりは1割多いんです。3割少ないけど自由な日が2日増えるでと。週3日勤務したらええっていうことは、土日も挟んだら週4日自由になるんですよ、ね、そこで音楽やりたいんやとか、うん、ほんまは彫刻をしたいんやとかね、絵描きたいんやとかね、旅行したいんやとか、好きにしてもらったらいいんです。野菜作りしたいんやでもいいんですよ、うん、どうですかっていうわけで、こういうふうにするとね、ね、こういうふうにすると週3日っていうと、別に、1日朝から晩まで働く日を丸々1日水曜日にしておいて、ね、月火木金は昼からだけ働くとかね、正味月火木金は昼からだけで、で水曜日は朝から晩までの3日間っていうのは、こういう、うん、働き方を、もう要は3日間の労働時間をやってもらう、働いてもらうとしたらどうですかね、え、うん、子育てがめちゃめちゃしやすくなりませんかね。あるいは子供がおるんやと、お父さん仕事行ってるから私が子供の面倒をほぼ 100% 見なあかんねやって言うてる人でも、ね、え、週3日やったらパートとそない変わらへんやんか、あんで、ね、え、公務員になれませんかね、うん、公務員は収入が安定しますよ、うん、安定したら安心できますよ、うん、はい、私は週3日勤務の公務員の部署を、うん、作ったらいいなと思います。じゃあそういうような部署の人、ね、定年のない部署でも、ね、あるんですよ。公務員が今社会から批判されてますね、うん、もっと減らしてもええんちゃうんかとか、
もっとサービスを良くしなさいとか、ね、そういうのに、なんでそんな人を増やすのって言われそうやけどね、私は人を増やした方がサービスは良くなると思っています、うん、で、例えばね、福知山なんか見てますとね、周りに休耕田とか畑でもうね、草ぼうぼうとかいっぱいあるんで、ね、そこでね、野菜やらお米作るんですよ。で、公務員が作るんですよ。公務員が作るの、うん、公務員が作るんです、うん、で、ね、その地主さんから使わせてくださいねいうことで市の方が借り上げて借り上げて、そして貸してもらって、そして作るんですよ。で、例えば学校給食の食材を調達するんですよ。ほぼ 100% できると思いますよ。これ横浜ならできませんよ。京都市内もできませんよ。でも福知山市ならできると思いますよ、うん、で、ほんなら余り出すよね、絶対ね。いろんなものがスーパーなんかで販売もしたらいいんですよ、うん、直売所っていう風なもんをわざわざ設けんでも、市内のまあまあ街中にあるコンビニとかスーパーなんかで、ね、直売コーナーみたいなのを作ってもらえばいいんですね。そこで販売するんです。で、そして その、そこでね、購入するんですけど、ここでちょっとねミソなんですよ。マイナンバーカードっていうのがどんどん普及してってますね。だから、そのマイナンバーカードをピッとかざしたら、例えばこの人は福知山市民の方だとか福知山市民の方でないとかいうのは一発で分かるんですね。機械で読み取ってくれるんですね、うん、で、有住民票割引いうのをやったらいいんですよ、うん、福知山の人はお安くお求めいただけますよと、ね、住民割引なんです。住民票を置いている人に割引、つまり福知山に住民票を置いたら、ね、お得ですよと、野菜とかお米が安く買えますよいう、そういう、そういうんですよ。ほったらマイナンバーカードなんか一気に普及しますよね、うん、でもっと言うたら、ね、自治会員割引もやったらいいと思うんですね、うん、この野菜はどこそこの自治会で作られたもんですと。だから、福知山市民全体の、ね、住民割引じゃなしにさらにお安くしますよとかね、市販のスーパーでの値段を100としたら、こういうところで作ったもんはね、業者さんとか儲けないといけないという、そういう業者さんを通さないから、私はね80ぐらいでいけると思うんです、ね、うん、で、住民割引はさらに 10% お得みたいな値段つけれると思うんです、ね、うん、そして自治会員割引についてはさらに、プライスダウン、私できると思いますよ。で、こういうふうにしたら、こういうふうにしたらどうですか、ね、福知山の住民にならな損、福知山の、どこそこ何丁目とかね、何々町とかいう自治会に入らな損っていうふうになりませんか。なっといた方がお得。逆に、福知山の市役所の人にしてみたら、自治会のメンバーにちゃんと入ってもらう人が増えれば増えるほど、回覧板とかを配る面倒が減るんですよ。ね。ね。お互いにウィンウィンになりませんかね。ね、自治会っていうのは自由に入っていい、入らなくてもいい、そういう、なんちゅうかね、組織です。ですけど、その割に、市役所からの大事なお知らせとか回覧も必ず自治会で配られます。
で、自治会に入っていない人にはどうするんだというと、そこら辺が市役所も市役所の方もね、お困りなんですね。長年お困りなんです。別に福知山市だけじゃない、全国どこでもそうなんですね。そうなんですよ、うん、私はそういうのを一気にスカッとこれ解決してくれるのはこれやと思ってますね、うん、住民票割引とかね、自治会の割引をねするんですよ、うん、ね。それから、定年のない職員とかね、こういろんなことをやりたいことをやれる人とかを作るって言いますけど、ね、そういう人に、そういう人にね、例えば休耕田やら畑とかね、荒れた山林のね、草刈りとか間伐なんかをね、手当を出して、まあ、アルバイトのように、ね、手当を出して、しても最低賃金は最低でも出してね、してもうたらいいんですよ。草刈りして草を堆肥に変える、間伐材で何か作るとかね、ね、そんなんね、今時キャンプとか、森の中での暮らしなんかがね、憧れの、ね、生活の一コマ、豊かな生活の一コマ、グランピングとかね、キャンプとかね、になってきてるので、とてもニーズはあると思いますよ。で、こういうのんで、こういうのんで、ね、できたものはまたスーパーなんかで、ね、お安く販売すりゃいいんですよ。で、地元の住民にお得にお得にどん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 還元していくの、ね、こういうことが一つ、うん、ね、それから例えば福知山なんかは、洪水が多い町ですね。だから防災というのはとても大事になってきます。で、そこには人やらお金を使わないといけませんけれども、例えば、今洪水対策として、ね、市やら府やら国の力で進めてもらってるのは堤防作りね、うん、堤防作りを、立派な堤防をたくさん作ってもらっています。とても助かります。ありがたいです。ですけど、残念ながら不十分なんですね。なんでか、ね、河川の浚渫、ね、がどれだけやられてるのかというと怪しいんですね。川を、ね、掘っていく、水が流れやすくなる、その分、ね、洪水は減るんです、ね、その洪水を対策するために堤防を作るのも一つ、堤防を作るのも一つの対策です。でも河川の浚渫というのが今ちょっとねできてないですね、うん、これにね、独自に福知山市なら福知山市ならではの人を行くんです。ほんならどうなりますか。そういう人って今いませんから、そういう人を働いてくださいって言うたら、やっぱりね、雇用になるんですよね、うん、雇用を増やす、非正規雇用を減らすことになりますね。アルバイトやパートの人そんなんやってんとやな、こっち側に来てこっちの仕事してえなと、ね、給料安定しますよ、絶対できますよ。福知山ならではですけど、他の町ではできないかもしれないけどね、必要なんです福知山にとってはね、うん、で、さっきのお金の話に戻りますけど、こういうところでお金を浮かすでしょ。そのお金を、ね、浮いた分をね、市役所の職員の給料に回すとかね、あるいはそんなんしたらあかん、そんなんはダメです、ね、市会議員さんとかのね給料アップとか、そんなんはちょっと今はしたらやっぱりダメです。そんなんやなしに、ね、そんなんやなしに、そういう分をね、福祉やとか医療とか教育、ね、意外と給料が低かったりする場所が多いって言われます。そういうところの労働者への、例えば補助金とか給料への上乗せをするような形に回すんですね。なら福祉の方面は給料が低いっていうふうに、ね、言われてる。いや、そうじゃないと、福知山市で福祉施設で働くと市の方からの補助金が上乗せになるから、個人個人にね、
個人への補助金、給料の補助金が上乗せになるから、いやいや、まあまあちょっとマシなんやでみたいなことになったら、こっちの方の人手不足はいくらかマシになりませんかね。トータルで言うと、そのすごい高収入の人を生み出すみたいな、ね、都会で IT 関係の人がというようなことは、そんな真似は残念ながら田舎ならではでは当然できません。できませんけれども、多くはないけど一応、収入は安定してるんだよという人を増やすことはできると思うんですね。公務員を増やすんです、そしたら子育てに安心してもらえるんじゃないかなと思うね。時間の余裕もこうやって作っていますと。でそうすると少子化にさよならができるんじゃないかな、ね、もう高齢化はどんどん進んでいった方が幸せかもしれない。それはね、でも少子化にはさよならをした方がいいと思います、今私が言ったのはこれ解決の方法があるよということです、ね、都市と地方の差っていうのはお金だけじゃないはずです、ね、考えによったら地方でも豊かな生活はできます。時間を作ることができますよと、その時間を作るいうことをやればできますよということ、こういう問題は公務員を増やす形で解決できますよということです、ね、保育所の整備も当然できますよと、でもって地方創生いうのが言葉だけじゃない、ほんまにできますよというわけです、当然働き方として男の人も女の人も一生懸命働かんなら協力して働こういうのは大事なことなので、当然それは自然と進んでいくと思います、まあ2030年までにというような期限を切ってはできませんけど、こういうことをちょっとずつできることからやっていったら、ね、私は持続可能な暮らしづくり、人生設計、持続可能な、開発目標の達成はできるよって思っています、ね、それを政治家の人や市役所の人とかが、もっと真剣に、頭をひねってもらって、私のような出来の悪い頭でもこんなことは考えれているので、もっともっとそんなね、思いつきのデタラメのような考えじゃなくて、もっといいものを、練り出してもらって、練り上げてもらって、そして、どんどん提案やら、実験やら、モデル地区とかを作って3年間でどうなるかやってみるとかね、そういうようなことを進めていただいたらいいんじゃないかなと思います、田舎の人は都会の方がどんなことやるのかないうのを眺めて、そしてそれを真似させてもらうようなことも多いですね、ですけど真似させてもらうだけではやっぱり田舎と都会では実情が違うので、ね、うまくいかないことの方が田舎の方は多いです。だったら田舎ならではのということを、田舎の方からトライしてみることが大事なんじゃないかなというふうに思います。そういうことを、全国のどこの田舎でもいいです。山あいの町でもね、広々とした平野のど真ん中の、村でも、ね、海沿いの海辺の町でもいいと思うんです。どこからでも誰からでもいいと思うので、立ち上がるっちゅうほどのことじゃないんですね、ちょっとやってみる、うまいこといくかどうかやってみるっていうようなね、そんなことから始めて、いければいいんじゃないかなと思います、皆さんには皆さんのアイデアが出せるんじゃないですか。私みたいなポンコツ頭でもね、こんなことは言えるんですよ、じゃあ私ならどうだこうだとかね、そんなことを、考えてみてください。それがきっと、持続可能な開発目標の実現に向けてすごい大事な第一歩になっていくと思います。はい、それじゃあこれで、ネスト福知山外科の社会の勉強を終わりにしたいと思います。
長いことね、話を聞いてくださって、ありがとうございました。皆さんのためになったらとても嬉しいです。はい、頑張ってください。はい、終わります。